あれは100年以上も昔、フェアリーテイル創設の少し前、マグノリアの西の森、私たちは偶然出会ったのです。彼はアンクセラムの呪いに苦しんでいました。それは意図せず人の命を奪ってしまう呪い。しかし私は彼に惹かれた。彼からたくさんの魔法を教えてもらった。当時マグノリアは闇ギルドに支配されていました。私はマグノリアを解放すべく仲間たちと共に魔法を覚えたのです。そして戦いの中、私は未完成の黒魔法を使い勝利しました。その代償に、私の体は成長ができない体になってしまったのです。686年4月、フェアリーテイル創設。当時は領主同士の通商権争いが激しく、第二次通商戦争が始まった年でした。交代させてください。何を言っておるか、この小娘は。あの辺りは敵の陣が崩れておる。今が攻める時。魔導士だかなんだか知らねえが、口を挟むなや。私が敵側なら、この辺りの丘には伏兵を置きます。敵を引き寄せ、丘の部隊を投入、さらに西に増援を配置し、こちらの主戦力を攻撃します。有効な対処法は49を思いつきますが、まずは左翼を交代させるべきです。そのまま中央部隊と統合、眼光の陣にて敵の出方を見ます。また始まったよ、姫さん。あんな物騒な姫いるもんか。しかし大した分析力なんだよな。皆さん、彼はユーリ・ドレア、後にマカロフの父となる人です。プレヒト・ゲイボルグ、後にフェアリーテイル2代目マスターに、その後はグリモア・ハートのマスターとなりました。この人はウォーロッド・シーケン、後の聖天大魔導序列4位です。ねえ、俺たち魔導士部隊の出番はまだかい？敵の魔導士部隊を足止めしてください。西からの増援、可能性は 85%。 気をつけて。一丁暴れてくるか。行くぞ野郎ども。信じてます。あれがフェアリーテイルのちびっこマスターか。よせ。雷だと。なんだ。敵の魔導士か。どこのギルドだ。フェアリーテイルだ。これが魔法か。しゃあ、これで27人抜きだぜ。まだまだだな。こっちは34人目だ。わしは100人目。冗談だよ冗談。勝っちまったよ、あの戦力差で。妖精軍師、勝利したぞ。見ろよこの金貨。武道士を全部持ってこい。乾杯。どうしたメイビス。今日の戦では何人が命を落としたのでしょうか。この戦争はいつまで続くのでしょうか。早く冒険がしたいです。
690年第二次通商戦争終結。第一次戦争に比べ各地での死傷者の数は数十倍に上った。それは戦争に魔導士ギルドが介入したのが原因だと言われました。魔法界もこれを受け、ギルド間抗争禁止条約が締結されました。こうして魔法界にはしばしの平和が訪れました。